行くぞー。はっ、せいや、せいや、ほれ、なんなら今のうちだぞ。信じらんねえ。やったー、あの六強人の一人矢野を倒しましたよ。ああ、これでジャスティスもちょっとは焦るだろう。矢野がやられた程度で俺たちが焦るかよ。むしろ焦ってるのはお前の方だろ。ジョー、お前はジョー、トランキーロ、焦んなよ。六強人の一人、内藤、岡田に並ぶ実力者です。まさか尾道に内藤が投入されるなんて。投入？おいおい、誰かに命令されたみたいな言い方やめてくれねえか。俺がここに来たのは俺の意思だ。俺は岡田の命令も誰の命令も受けない。俺がわざわざこんなとこまで来たのはな、桐生さん、あんただよ。あんたに興味があるんだ。俺に？元東城会四代目会長、伝説の極道、堂島の竜、桐生一馬。え？東城会って、あの桐生さん、ヤクザだったんすか？昔の話だ。今は仇だ。俺はヤクザやマフィア関連の知り合いが多くてね、桐生って名字を聞いただけでピーンときたよ。改めまして、内藤だ。ブエナスノーチェス、桐生さん。ふっ、ノリの悪いおっさんだな。あんたにはいろんな伝説があるよな。それを聞くたびに虫図が走ったよ。俺はあんたやジョーみたいなまっすぐで正義の味方ぶってるやつが大嫌いなんだよ。やるのか？へっ、桐生さん、トランキーロ、あっせんなよ。あんた一応矢野と戦った後だろ。万全じゃないあんたを倒してもつまんねえよ。あんたの仲間全員ぶっ潰して、それからじっくりあんたとやらせてもらうよ。じゃあな。おい、あ、そこにお前の仲間が倒れてる、連れて帰れ。こんなやつもともと仲間じゃねえよ。それに負け犬は六強人には不要だ。テイクアウトする価値もねえ。いっそのこととどめでも刺してやろうか。てめえ、ナイト。やめとけ、ナイト。相変わらずだな、ジョー。お前も岡田もそういうところがいけすかねえんだ。桐生だけじゃねえ、
てめえもじっくりいたぶって葬ってやる。内藤か。まさか桐生さんがそんな有名なヤクザだったなんて。過去の話だ。でも会長だったんですよね。道理でチームまとめるのもうまいと思いましたよ。俺たちは桐生さんを信用してるし、過去がどうだろうと気にしないよ。むしろそんな人が近くにいるってのは心強い。いろいろ勉強させてもらうよ。そんな大層なもんじゃない。俺が教えられることなんてねえよ。そんなことねえって。もっと自分に自信持てよ、桐生ちゃん。いいんですか、本当にこいつ仲間に入れて。俺は別に構わん。本人も心を入れ替えるって言ってるしね。おうよ、ジャスティスなんて最低だぜ。俺は拳を交える中で桐生ちゃんに惚れたんだよね。これからお世話になるわ、よろしく。調子のいいやつだな。まあでもこいつの強さは本物だ。内藤を倒すにはこっちの戦力も増やさねえとな。任せとけって。正直俺もあんな風に切り捨てられたチームに未練はね、あるのは恨みだけだ。俺にもプライドがあるからよ。ジャスティス潰し協力させてもらうぜ。ああよろしく頼む。矢野通るに任せとけよ。次の相手の内藤は今まで以上のメンバーを率いてるって噂です。あいつが率いてる連中は俺の仲間のガキンチョどもとはちょっと質が違う。まあ注意した方がいいぜ。準備しっかりしていかねえときついかもな。分かった。